はい、おはようございます。おはようございます。ソジュです。そして楓原です。今回はね、2月の3日に、これ入ってますかって書いてあるね。あの、トシ君が、宝宮はたか祭りの動画を撮りましたんで、 それを流したいと思います。まあ、トシ君コーナー第1弾ですね。そうですね。はい。まあ、稲沢市民でね、そう、栃木稲沢市民で10年以上稲沢でも暮らしてるけど、まだ一回も行ったことなかった、ね、裸祭りは行ったこと、一回も行ったことなかったもんで、うん、まあ一回は行ってみたいなということで、そうですね、ちょっと行ってみますね。ではでは、画像が栃木くんのに変わりますんで、ごゆっくり見てください。じゃあまたお会いしましょう。Let's go!
Yeah.
今日は2月の3日ですね。天下の奇祭国府宮の花ばま祭りに来ております。コロナ禍で3年ぶりの開催となりましたが、稲沢市民なんですけど初めて来ましたね。ここはこれはすごい迫力です。で、そうですね、稲沢、てか紹介忘れましたけど、都市で楓原ですね。で、まだちょっとこの模様は続くようですけど、もうちょっと見ていきたいと思いますね。で、さっきねたこ焼き屋さんの人に聞いたら、何か今年はまだ少ないという人がでしたので、というのは今日節分の方に出かけている人も結構いまして、でそれでなんか二分されているみたいなんですね。さっきの裸男たちはね、やっぱりねすごい迫力でしたね。ではね、もうちょっとここにいたいと思いますので、また後から